皆さんこんにちは。今回は、海外で話題になっている詳細不明の曲について取り上げます。以前にもいくつか同じような話を紹介しておりますが、今回のものは英語の曲であるものの日本人の曲ではないかという噂があるらしいです。以前に何人かの視聴者さんから、エブリワンのウザット、という曲について取り上げてほしいというリクエストをいただきました。この曲は海外で詳細不明の曲として話題になっているのですが、まずはその曲を聴いていただきましょう。いかがでしょうか。出回っているのは17秒ほどの音声になります。この曲は2021年10月7日に、Carl92 というユーザーが曲のサンプルを、What That Song というサイトにアップしました。このサイトは、あの曲は何だろう?と気になった曲について、短いサンプルをアップするだけで、このコミュニティにいる人々が曲の情報を教えてくれるというサイトです。このサイトのコミュニティには世界中の人々が参加しており、様々な言語の曲にも対応しているそうです。このように、曲を探すことについてはこのサイトが一番適していると言えるのですが、この、エブリワンのウザットについては、誰もわからないというのです。これをアップしたユーザーは、1999年の DVD バックアップのファイルからこの曲を見つけたと話しており、この曲は 15.734kHz のパイロット、トーンで録音されていたことも判明しました。この周波数はブラウン管テレビの水平操作周波数でもあり、北米のテレビ局にチューニングされたブラウン管テレビから、キャプチャーされたのではないかと推測されています。歌詞の意味については上記の通りですが元の音質が悪いので、あくまで推定歌詞となっております。嘘の世界に囚われている。誰もがそれを知っている、真実を教えてください、という少し意味ありげな歌詞となっておりますが、これは一体何を歌っているのでしょうか。曲のタイトルである、エブリワンのウザットは、歌詞にある、誰もがそれを知っている、から来ておりますが、曲自体は誰も知らないのです。この曲については、当初テレビ番組に使用される曲ではないか、化粧品のコマーシャルではないか、など様々な推測がありました。しかし、現在に至るまでこの曲は誰が作ったのか、どこで使われたのかわかっておりません。また、一部では日本人が歌っているのではないかという説が浮上しています。理由としては、歌われている英語の発音からアジア人が歌っていたのではないかと言われており、その中でも、オフコース、というバンドが作ったのではないかという新たな説が浮上しているらしいのです。ただ、歌詞と音が非常に似ているという理由だけなので、過去に彼らが作ったという明確な根拠はないです。しかし、海外で詳細不明の曲だったものの、作者は日本人であるという話が出てくるのは興味深いですね。今回は、この曲についてもう少し詳しく見ていきましょう。この曲に関して最も盛んなコミュニティはおそらくレディットのスレで、数日前に興味深い推測が投稿されていました。1999年は、超低速のインターネットと P2P によるファイル共有が特に盛んだった年で、多くの人が自身の様々なファイルを入れたフォルダを共有しており、中には海賊版の MP3 ファイルも多くあったそうです。また、個人的な資料や写真の他に共有している人が録音した音声の断片が見つかることも多くあったそうで、ほとんどがスピーチやゴミのような音声だったそうですが、たまにマイクで録音された曲の断片だったこともあったそうです。Windows 98 のオーディオレコーダーは20秒ほどしか録音できないという厳しい制限があったそうで、何度もテレビの音声を録音しようと試みたことがあり、今回の曲についても当時テレビから録音した曲の断片ではないかと推測されており、冒頭で説明した周波数で発信されている国、アメリカや日本で録音された音声が、
カール92というユーザーに渡ったのではないかと予想されていました。カール92が音声をどこから入手したのか、ファイルのメタデータなどを明らかにすればわかることなのですが、彼はネットユーザーから質問攻めにあって姿を消してしまったようなんですよね。なので、彼が持っていた1999年のバックアップデータにファイル共有ソフトから入手したファイルが入っていたのであれば、日本から渡ってきたという可能性もあり得るというわけです。現状、この曲はフルバージョンも発見されておらず、17秒という短い曲となっており、コマーシャルで流れたものが録音されたものではないかと考えられています。日本の古い CM も捜索されておりますが未だに見つかっていません。また、前回取り上げた秋葉原テープではアーティストのデモテープ説が濃厚ですが、今回の件については古いテープから発見されたというわけではなく、あくまで1999年のバックアップデータと言われているものから発見されています。音楽関係者が持っていたデータなら世に出ていない音楽というのもありえますが、一般人が持っていたデータであれば、少なくとも何らかの形で世に出ていた曲である可能性が高いのではないかと思われます。しかし、最近出てきた情報なのですが、ドロレス、ケニーブリューという歌手を80年代に取材したことがあるという人物が、もともと、1987年にリリースされる予定だったアルバムに入っていたものではないかと話していたり、ロクセットという歌手の曲が非常に似ており、その人物のデモテープではないかという情報もあります。このように、様々な説があるのですが、最初に曲をアップしたカール92というユーザーが調査に協力的ではないので、デマを疑う声も多くあり、先ほど説明したように彼はデータの出所を明らかにしていなかったり、少し怪しい点もあるようで、2021年に投稿されていることから AI で生成した曲ではないかという疑惑もあります。とりあえず、この曲に関する現状については以上ですが、様々な説が錯綜しており、未だに曲の真相にはたどり着いていません。仮に実在するとしたら、作者は判明せずとも何に使われていた曲なのか気になりますね。日本発祥説があるということで、この曲を1999年以前に聴いたことがあるという方がいればコメントいただけると嬉しいです。以上、詳細不明の曲の紹介でした。日本発祥説があるということで、動画でも取り上げてみました。この曲、様々な説があって紹介しきれないので、興味のある方はぜひ調べてみてください。